与えと押しいただき、仙崎弥五郎にこの金を渡すべく飛ぶがごとくに後を追っていきます。代わって山崎街道にほど近い寛平おかるが厄介になっている周都与一兵衛の家です。私はこれの母親でございます。この度は何かとお世話、どうぞよろしゅうお頼み申します。そんならあんたはんがお母はんですか。私は一文字屋の女房ですが、お父さんには夕べお目にかかりましたよ。まあ、娘はんのことは心配せんと安心しておいやすね。何分よろしゅうお頼み申しよろしやすね。時におっか、ゆうべちょっちゃんと相談に、娘子の年金を丸5年で、給金は100両と決めたが、とっちゃんの言うには、本屋中に渡さねばならぬことがあるいえ、100両の金をお貸しくださいと、涙を流しての頼みに、証文の上で半金を渡し、後金は奉公人と引き継の約束でその50両を受け取って喜んでいけんなすったが、さぞかしけりゃ遅くなったことだろうな。では親父殿はあなた方と連れ立ってではござりませぬ。金を受け取って喜んで取ってけんなすったが、妹に引き継らねえと。そんならもしや稲荷の前で離婚につままりやしねえか。まさかそうでもあるべえが、どこぞ他へ寄るところでもあんなさんのかい。いえいえ、寄らさんすところはなあ、かかさん。ないともないとも、少しも早お金整えて、こなたやわしの喜ぶ顔見ようと、戸塚は戻って見えるはず。いやもう、ガテンの行かぬことじゃねえ。何ガテンの行かぬことがあるものか、とっちゃんが聞いてくれ、わかるか。おかみや、まとがめの50両ほどが。そうやったね、ちょっと待ってて。まとがめの50両、確かに渡したい。確かにお預かりだよ。おっか。さっきも言う通り、ゆうべとっちゃんに50両渡し、これは後金の50両、都合100両、確かに渡したよ。ちょっとお待ちくださりませ。親父殿が戻って見えるまで、何かは存じませんが、お待ちなされてくださりませ。これさ、おっか、今日からは金で抱えた奉公人だ。一時違うよ。レコが違うな。おかみさん、でも、行かありましょうが、親父殿が戻らしたるまで、ちょっと入ってくるから。お待ちください。うちの人お籠に乗ってどこへ行かる狩人の女房がお籠でもあるまいわい。この籠を持って戻してください。何をしようか。戻してください。はても
戻りましてござりまする。向こう殿、良いところへ戻ってくだされた。さあさあ、はよ、足を洗うのがよいぞ。しかし、はあじゃしと、まあ、ゆうべはまあ、えらいきつい雷でござりましたな。ほんにきつい雷でも、娘もわしもなもう、こうてこうて、眠れなんだわいの。さようでござりましょう。はあじゃしとはな、もう、大の雷嫌いで、私も大抵案じたことではござりませんが、そうかそうか、我が身もさぞ怖かったことであろうな。はあじゃしと、あのな、夕べのあの雷はな、あの隣村の御作の納屋へ押したそうにござりまする。おお、そりゃまあさぞびっくりしたことであろうな。あのそれで誰もけがはなかったかや。はい、まあ、幸いけがはなかったそうにござりまする。はい、しかしまあこれらいほどな、はい、そのように着物が濡れてはさぞ気持ちの悪いことであろう。はいはい、これ娘、はよ着替えの着物を持ってきなされ。ああ、これ女房ども、着替えを持ってくるならな、あの、御紋服を持っておじゃ。はい。はよ、しましたがよいわな。失礼になりました。それはそうと、あの雨の中、どこにやったのか。はい、あの私はあのいつもの下の一本松のところで雨宿りをいたしておりました。そうかそうか、はい、何なことであったの。そりゃそうかな、はい、あの夕べの雨でどこもかしこもだだのじじゃわいの。そんなエロを持ってござりまするな。そ、はい、ればかりで仏壇の中がエロを持ってもの。あ、これはすぐに私がまた作ろうと置きましょう。はい、楽しましたぞ。これでは朝の気持ちの悪かったことであろう、はい、ありがとうございます。はい、気持ちの悪かったことであろうな。これではさっぱりといたしました。あのお方はどなたでござりまする。あのお方かい、はい、あのお方はあのお方はあのお方じゃわり。何をおっしゃりまするやら。女房どもあのお方はどなた様じゃぞえ。あのお方はあのお方はあのやっぱりあのお方じゃわいね。わが身まで何をやる。あのという人もあるまいに。これには何ぞ深い様子のありそうな。その様子
こちらのお婿さんでございます。さようでござりまする。お婿さんであろうが何であろうが、金で抱えた奉公人を連れていくのに何も文句を言われる筋合いはねえじゃございません。ちょっとお待ちなされてくださりませ。もしはじゃしと、あのお方のおっしゃることは私には一円合点が参りませねど、これはどういうわけでござりまする。こりゃ粉さんの合点の行かぬはもっともじゃ。これ婿殿、まあ聞いてくだされいの。よくにや、よくにや。常々こなたに金のいる様子、娘の話で聞いたゆえ、どうぞ整えて信ぜようと思うばかりで、一銭の蓄えもなし。そこで親父殿の言わしゃるには、ちょっとこなたの木に女房を売って金とと。いやいや、そのようなこと思うてではあるまいけれど、二親の手前遠慮していさっしゃるまいものでもない。そりゃもういっそ婿殿に知らさずに娘を売ろう。まさかの時には切り取りするも侍の習いとやら、女房を打っても恥にはならず、お衆のおために作る金整えて死んでたら、まんざら腹も立てさっしゃるまいとな。ゆうべ親父殿が祇園町へ織姫に行かしゃったが、今に戻ってござらぬゆえ、親子案じている中へ、それあの衆がござっての、ゆうべ親父殿へ半金の50両渡し、後金の50両と引き換え、そうじゃそうじゃ、この金と引き換えに娘を連れて行こうと言わっしゃる。どうぞ親父殿の戻らっしゃるまでお待ちくだされと申したらな、まあ一時違えば、なんとやらが違うと言うてな、どうでも連れて行こうとおっしゃる。まあまあお待ちくだされと、まあわっぱさっぱのその中へこなたが戻って見えたのじゃが、こりゃどうしようぞいの勘平殿。なるほど、それにて様子がさらりと知れました。まずもって親父様のお志、お前様のおぼし召し、女房どもの親切、忘れはおかぬ、かたじけない。しかしな、はじゃしと、もうご心配には及びませぬ。こちにもちと良いことがござりましてな、もう女房をやるには及びませぬ。ご安堵なされ。金で抱えた奉公人がなんで渡されねえんでございます。渡さぬと申すではなければ、もいわば親なり半がかり、もっとも夜前親与一名に半金の50両お渡しなされたでもあろうけれど、こっちに持ちと。お言葉の中じゃございますが、何ですって、半金の50両親与一名にお渡しなされたでもあろうけれどとおっしゃいましたね。いやですね、そのけれどが気に入りませんね。けれどだの、だろうなんて言葉をプラスと疑う言葉でした、ね、ここにおいでのおかみさんは4町で女房の島ほど奉公人を抱えていなさるおかみさんが、渡さねえ金を渡したというような、そんなしみったれたんじゃありゃしねえや。またとっつぁんもとっつぁんじゃねえかい。こういう人があるならあると一言言っておいてくれりゃ、俺だっていろいろ相談の必要もあろうじゃねえ。それも今になって何のかのと言われたんじゃ、俺だってどう話をしていいのか話しように困ってし
こりゃなんだな、おめえたち親子夫婦なり合いで百両の金を踏む気だな。決してさようなわけでございません。踏んでみろよ、踏むなら踏んでみろよ。ほら、本庫に掛け合わなくちゃならねえ。もう大きなことを言うようだがな、ギャッと生まれてこの商売になってから江戸の吉原は言いを言わず東海道をまたにかけ、富士の山に腰をかけ、唐崎の松を用事に使い、近江の湖水で面洗ったお兄さんだ。ぬぬらのような無垢取りに百両という大金をぬぬさんにされてたまるもんぜ。ぐずぐず満たしやがな、このうちへ前尺をつけてしょっと立ち、その後へペンペン草生やしてバッタやコオロギを住みかにしてやるんだな。この村にも名主もあら地頭もいいよ、出るところへ出て白い黒いをつけねえな。さあ俺と一緒に、俺と一緒に来やがれ。なさく、あんた人さんのお家へ来て鉢巻きをしたり、肌を抜いたり、しようのない人へなあ。さあさあ、早うも鉢巻きを取り、鉢巻きを。これ鉢巻きは、取れは取れますよね。肌も入れて、脱いだもんだから入れりゃ減りますよ。足にからにもおろし。これもおろしはこうおりますとね、あんまりしと。まあ、そっちにいて、そっちにいて、もう、おいでというにね。さくにさんおはんたのようにそんな大きな声でしゃべったら分かる話が分からんようになってしまうやないかいな。松村松村や、こちらのお婿はんどすか、お初めお目にかかりまする。私は一文字屋の女房斎と申しまする。どうぞお見知りおきくださりませ。それはまあ不思議なご縁でお初にお目にかかりまする。存ぜぬこととて最前よりの無礼、何とぞお許しなされてくださりませ。まあどうぞお手を挙げくださりませ。まあ、それではお話も何もできゃいたしませんがな。さあ、お手をお挙げくださりませ。ただいまは連れの者が大きな声を出して失礼なことを申しまして、さぞお腹も立ちましょうが、どうぞご両を手になされてくださりまして。今もこの元禄が申しましたように、ゆうべこちらのお父さんがこの元禄と一緒に連れ立って見えまして、急にお金のいることができたによって娘を婿に出したいとのお頼み、私の方もこの節は奉公人を減らしたい季節もござりまするゆえお断りを申しましたが、お父さんがたっての頼みゆえ、あそんなら年は五年でお金は百両と取り決めまして、その半金の50両をゆうべお父さんにお渡ししたのでござりまする。まあ、と口でと申しますより、こちらには確かな証文が取ってござりまする。恐れながらその証文ちょっとお見せなされてはくだされませんか。さあさあ、どうぞご覧くださりませ。お貸しくださりませ。はい、じゃあ人、これは親父様の印行に相違ございませんか。ちょっとご覧くださりませ。
殿の運用に相違ござらぬ。さようでございまするが。なるほど、これは親与一兵衛の引用に相違ないそうにござりまする。まあ、そんならお父っつぁんの引用に相違ござりませんか。はい、それで安心をいたしました。あそこでその半金の50両をお父っつぁんにお渡し申しましたら、もう喜んでそのお金を手ぬぐいにくるくるっと巻いて懐へ入れて帰ろうとなされまするゆえ、もしお父っつぁんそんな大金を持って夜道の一人歩きは物騒ゆえ、今夜は泊まって明日の朝早うお帰りやしたらと申しましたが、いやいや一時も早う戻って婿や娘の喜ぶ顔が見たいとおっしゃりますので、なるほどそれもごもっとも。そんなちょっとお待ちやせ、あのな、ちょうど幸いこれと同じ島柄の財布をお父っつぁんにお貸し申しましたら、その中へお金を入れて懐に入れ喜んでお帰りやしたが、なあ元禄、あれは何時ごろやったえな。そうですね、引け過ぎごろでもございましたろうかね。そうそうやったえな、あの引け過ぎごろ、引け過ぎと言うてもお分かりやお返事しやろうが、四つ過ぎか九つごろで押したやろう。わけというのはこういうことでござります。なんとおっしゃりまする。与一兵衛が出ましたわ。ここのあ、なんとおっしゃります。その財布と同じ島柄の財布を与一兵衛にお貸しなされたのでございまするか。これと同じ島柄の財布をお父っつぁんにお貸し申しました。それと同じ。そうでございますが、お貸しなされてはくだされませんか。どうぞちょっと出せ。女房ども茶を一つくりゃれ。オカルと目が合ってしまった寛平は茶を所望してそらし、タバコ盆の火をつけるふりをして財布の島柄を確かめます。観客には全国知られている本人だけの知らぬ悲劇、寛平の苦しみがここから始まります。寸分違わぬ糸入れ、やろうずばなるまい。
さんにあわいでもかい。親父様にはわしがおうた。殿に会ったと。おお、そうかそうか。そんならそうと、はよ言うてくださればよいに。あの、お家様、あの、ゆうべ婿殿が親父殿に会うたげにござります、ね。もうそんならお婿はんがゆうべお父さんにお会いやしたんですか。はい、あの、お会いやした。はい、ああ、そうどすかいな。これ元禄、あのお婿はんがゆうべお父さんにお会いやしたんやって。何ですって婿さんはとっつぁんに会いやすと。そうやてえな。婿さんは、もし婿さん、家でとっつぁんに会いやすったかい。あのとっつぁんに、家、本当に会いやすったかい。なんだな、なんだな。会ったら会ったと、早く言いなさら、わちだって大きな声を出しゃしませんや。これも悪気があって言ったんじゃねえと、堪忍してくれ、堪忍しておくぞ。え、もし婿さん、そのうちこうどこぞで一杯やりやしょう。やれやれ。何にしても婿さんがとっちゃんに会いなすったとありゃ、お、まず第一、おっか、おめえが安心だよな。娘も安心、婿さんも安心、おかみさんも安心、わっちも安心。あ、ちょうどご安心だ。こう話は分かったら、早いってことでございます。さあ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 、行きましょう、行きましょう。これは持って帰りまして。おかみさん、例の水離れが少しの間待ってやっておくのね。早いとこ頼むよ。早いとこ頼むよ。お手間は取らせませんね。支度をしてやりましょうか。母は飲んどい入りに帰る。母親の岡谷が気を利かせてくれて、祇園一文字屋へ身売りするおかるとしては夫寛平との最後の別れ。しかし寛平はただ打ち沈むばかりで顔も上げず、声一つかけてはくれません。これからしばらくはおかる役者のしどころになりますが、この場のおかるは女房姿ながら腰元の心で見せ、七段目一力茶屋では世話女房の心で演じるという口伝が残っているそうです。
ちの人。私はもう行きますぞい。私がいたその後は今年よられたトトさん、カカさん、みんなお前の世話じゃぞい。トトさんは病持ち、気をつけてくだされ。娘、婿殿も夫婦の別れ、いとまごいもしたかろうけれどな、こなたに未練が出ようかと、ま、思うてのことであろう。ずいぶん体に気をつけて、煩わぬように息災な顔を見せてたもや。花神奥義もなければ不自由、愛結びの国願しもな、皆この中に入れてあるのや。そうだ、まだまだ言うておかねばならぬことがある。祇園町というところはの、多くのお客のその中には酒の上の真珠立てに、やれ髪を切れの、指を切れのというそうなが、髪は切っても伸びるもの、指など切ってたもんなや。何の因果で人なみな娘を持ち、この悲しい目を見ることぞいの。青くいしばり泣き
わずかも外れはぬようにしてた。あなたに、あなたに気をつけるのじゃぞ。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。でもないことばかり言うて、娘もさぞ悲しい思いをしたことであろう。これはしたりぬ子ども、親のわしさえちょっと諦めたというに、女房のことなぞきなきな思うて、わずろうてくださるなや。いや、もうこれからはのわしも親父殿もこなさん一人が頼りじゃほどにな。おおそうじゃ、親父殿といえば、あのゆうべこなた親父殿に会うたそうなが、どこで会わしゃったのじゃ。あ、親父様にお目にかかったところでございまするか。それはあの伏見、いや、トマ、トマ、竹田あたりでござりまし。何を言わせる。それでしたいね。やはち誰が島の六たのきの宅兵衛の死骸に身の打ちかけ、どやどやと。ここじゃ、ここじゃ。さあさあ、来たぞ、来たぞ、来たぞ、戻りがけ高い山から谷底を見れば、ウリやナスビの花盛りでのうて、こちら与一兵衛殿がもうたらしゅう殺されていたほどに、漁師仲間のおらたちが連れてきましたぞや。よう改めて受け取らしゃれや。何を言わっしゃるのじゃ、まあ、びっくりするがな。わかった、わかった。こりゃなんじゃな、いつものように
親父殿に飲めぬ酒飲まして、あのようにして、それでわしをびっくりさせようと思うて、何を言わっしゃるのじゃな。こっちもな、一気の揉める最中、おどけはよしにしてくだされ。おどけじゃござらぬ。仏じゃわいね。またそのようなこと言うてや、するかめするかめ。おいわっしゃるのじゃな。おいわっしゃるのじゃな。おいわっしゃるのじゃな。飲めぬ酒など飲んでま、はあ、こりゃどうじゃ、どこもかしこも泥だらけで、あのどこで転びなさったのじゃ。おやじ殿、はよ起きてくだされ、もうよい加減に起きてくだされ。これおやじ殿、おやじ、あいにくおらがの山には敵はのうて杉の木ばっかり。聞けばこちの婿殿は元は侍じゃげな、敵を取ってもらわしゃれ。その時はわしらも助鉄砲の一つや二つドーンドーンと打ってやりますほどに、ようえこうしてやらしゃれや。本に思えば、少子、少子のみの我が家。わしゃこなたにひと尋ねたいことがある。これへござれ、これへござれ、はてまあこれへござれというに。
ゃどうも合点がゆかぬ。なんぼ以前が侍じゃてて、舅の死に目見やったら、びっくりもしやるはず。こなたゆうべ、親父殿に会うたとき、金受け取りはさっしゃらぬか。そのとき、親父殿が何ぞ言うたであろうが、何と言うた、何と言うたであろうが、言わぬか、言わぬか、言わぬか。言われまい。言われまい。言われぬ証拠は、これここに。勢いで手を差し入れて引き出すさり。おお、このように血がついてあるからは、親殿を殺したのじゃな。それは、それはとは、我が領はな。隠しても隠されぬ天道様が明らかな。親父殿を殺して取ったこの金は、誰にやる金じゃと思わっしゃるのじゃ。みんな、みんなこなたにおます金じゃぞや。ああ聞こえた。こりゃなんじゃな。未貧な衆とゆえ、娘を売ったその金、衆で半分くすねておいて、みんなやるまいと思うたゆえ、それで親父殿を殺したのじゃない。そうじゃわい、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 そうじゃわい。そう、今の今まで律儀な人と思うていたに、あんまり呆れて涙さえ知らず、どうぞ元の侍にしてやろうと世話さしゃったが、帰ってこなたのあだとなったが、外交犬に手をかまるるとはこのこと。ようもようもこのようにむごたらしゅう殺したものじゃ。あのここな、鬼よ、じゃよ、親父殿を生けて戻せ、父様を生けて戻せやい。遠慮、遺釈もあらおのこのたぶさつかんで生きよせ、引き寄せたたきつけ。ずたずたに切り裂いなんでも、わしゃ腹が言えぬわやい。恨みの数々を届けられて、かっこっと伏して、なきき。No!
その侍に人折やしく訪ねてきた不破和右衛門千崎弥五郎の声を聞き、寛平は枕屏風を逆さに立て、舅の死骸と岡屋を拍し、武士のこしらえをとしばらく手にすることもなかった大小を押し入れから取り出します。あるのじゃ、表に穴がござりますれば。嘘じゃ嘘じゃ、そのようなこと言うて逃げよう。決して逃げはいたしませぬ。表に穴がござりますれば。逃げはいたしませぬ。逃がしゃせぬ、逃がしゃせぬわい。逃がしゃせぬわい。そのように、お疑いなさるるなら、私の腰にしっかりとついて、失踪して逃げはいたしません。お気をそには見苦しきあばらやへようこそご従来。いればかないに取り込みのある様子。なんや前頭ささいな内緒のとお構いなくとも、いざまずあれへ。お通りくだされ。しかし
手に両手をつき、この度殿の御大事にはぐれしは拙者重々と誤り申し開きの言葉とてもござりませぬ。何とぞそれがしのとがお許しあって、坊君のご年季諸家中もろとも相務められまするよう、ご了承方のおとりなし、ひとえに願い立てまつる。おみおへり、くらあり、のおめえ。なき浪人の身をもって多くの金子調達せられしだ、由良之助殿はなはだ感じいられしが、殿へ府中府議のその方が金子をもって恩赤肥料に用いられんこと、暴君尊礼の御心にかのうまじとあって、金子は不のまま差し戻さる。千の木、言葉のうちよりやごろう懐中より金取り出し、官兵を前に差し置けば、はっとばかりに気持てんど、母は涙と、もろともに。ここな、人でなしめが。今という今、親の罰思い知りおったか。もしお二人様、どうぞお聞きなされてくださいませ。親殿が年寄って御所のことは思わず、婿のために娘を産んで金整えて帰らっしゃるお待ち娘。祝いでかい親父殿を殺して取った金じゃもの、何の御用に立つものぞ。と、どうぞこいつをズタズタに切りさいなんで、仇を取ってくださいませ。わしゃもう腹が立ちますわいの。見物のへくして、聞くに驚きやごろう刀を取り、官兵がそばに詰め寄って、こりゃ官兵、新秘どもの金取ってその身の咎の詫びせよとこのやごろうは申したか。やさこの範康は申さぬぞよ。親同然の舅を殺し、金を盗みし重罪人、武士の道は耳にもいるまい。神道なるども長袖小鉄、拙者が手のうち振る舞おうか。おやもろは殿、しばらくお待ちくだされ。それじゃと申して。では手前が思う所存もござれば、まずお控えくだされ。まずお待ちくだされ。バカな、こりゃ官兵、それでよそずずずっとで、かしても当選の水を食らわずとは、これこれ義者の今しめ、仕事を殺しとったるかね、暴君の御用に立とうと思うか。聖徳なんじが中府議の少年にて整えたる金子とあって、差し戻されし由良之助殿の権力。だろうに、ああそれいったの、やもっぱれおっぱ
情けなきわの。このこと世上に留守の様我見よ。縁や藩案の家来早の官兵といえる者日に非道を働きしと言われなばな何時ばかりの地獄でないぞ暴君御尊霊の御地獄というところに心がつかんかうつかのためな、ほどのことをわきまえざる。その方にてはなかしがもいかなる天満が見いしか。ほら官兵おめえ。どうしたもの。ところに長いとすは武士の汚れ。八五郎殿、立ち返りましょう。さようつかまつろ。しばしばらけしばらけしばらけしばらくお待ちくださりませ。坊君御尊霊の御地獄とあるからは一通り申し開きつかまつらう。武士のご両所方おしもにござって一通りお聞きくだされ。おそだらば、早くもせ。しまっ、早くもせ。お待ちくださりませ。早くもせ。八五郎殿、夜前貴殿にお目にかかり別れて帰る道々にも金の工面にとやかくと心も暗き暗まぎれ山こす死に出会い二つ玉の強薬切って放てば誤たず確かに手応え立ちより見れば獅子にはあらで旅人なななななな飲むさあ、薬はなきかと海中を探り見たれば手に当たったる金財布道ならぬ道ならぬこととは知りながら天より我へ与る金何にもせよすぐに貴殿におっつきお手渡しつかまつりやれうれしや喜び勇んで確かえりよわすを聞けばなさけだの年より五
ご近所ずとめ、つかの間ごろを忘れぬ皆、いろ色にふけたばかりに、大事の場所にもあり合わさず、その天罰か調達の金も返って他の橋と食い違う言い訳まさに勘弁な、切腹まして相発る心の内をご了承なたご推了くだ了承お疑いは晴れましたか。いかにも疑い晴れたるぞ。
ましょう。親父様のご最後、女房が勤めもほぐにはならぬ。一味徒党の御用金、ご了所へ。お役にお立てくださりませ。思えば思えば、この金は島の財布や島黄金、婿と舅の名の名ぬか四十九日や五十両、合わせて百両は百日の追善供養あろうが、やくあと年ごろに弔われよ。ありがとうございます。死にはせぬ。魂魄この土にとどまって敵討ちの御殿せいで、完璧早まる。今はの際に何時に見せる人しなあり。引きずらない。しばらく待てよ。一応より一応取り出し。大君のご物販は三千ため、新聞の取り交わせし、一味徒党の連番状。日も終わらず苦痛の官兵、そして人数はたれたれなるぞ。大星殿ご新首をはじめとして一味の人数は四十五人。今また何時はさし加え、徒党の人数は四十六人。これをメイドの見上げといたせ。会長のやたせ。
を文字に書ききり、蔵符をつかんで、しかと押し、早の勘で、結本としかに受け取った。Thank you.